白井聡さんという方なんですけれども、自分でね、霊ン主義者だってね、公言してる変わった人ですよ。でこの人はね、このこと言ってるんですよ。ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから約2ヶ月が過ぎた、うん。ここは事実ですね。で、最初ね、始まってたら、ロシアの世論がですね、この、プーチン戦争をやめろというふうに盛り上がって、反戦が盛り上がってですね、その、えー、戦争をやめるんじゃないかというふうな、えー、期待が語られていたこともあった。 確かにそういう期待をしていた人もいるでしょう。で、だけど、えー、結局そうはなってないとん。確かになってない。それで今でもやってるわけだから。で、それはですね、どうしてかって言ったら、テレビでね、ロシアのテレビで流してるのはプーチンのプロパガンダで、で、多くの人たちがあこれを信じていると。で、いうことが、まあ日本では言われてる。早い、これ本人の言葉ですよ。早い話がテレビに騙されているロシア人は哀れというわけだ。というわけですね。 確かにね、プーチン大統領のそのプロパガンダを毎日のようにね、テレビで流されてね、いて、それで、この、それを全部信じちゃって、それは確かに哀れ、というふうに見えますね。で、こうやって言ってるんですよ。ロシアのテレビ局がプロ,パプロパガンダマシンと化しているのは事実であろう。こっから先なんですよ。しかし、我々日本人にそれを笑う資格などあるのかん何を言ってんだろうと。だって、プ、そのプロパガンダを信じてるのかあ、そうかと。 あ、で、確かにテレビでね、我々の国でもですね、テレビで憲法9条をね、守っていればね、平和であるみたいなね、議論がよく流れてますから、あ、そういうの信じてたら、うん、良くないと。ああいうこと。あ、白井さん全部まともなこと言ってんのかな、というふうに思ったら、全然違うんですよ。第二次安倍政権以降、日本のテレビ局が停止してきた、権力への屈服、伴奏美隊。 こびる態度の姿勢は、惨状的劣化を示している。ま、このなんか、文字遣いがなんかもうすごい、レニ人チックですよね。この、屈服伴奏美体とかね。これもう、これなんかこう、極めてなんか左翼的な感じがしますね。で、で、えー、劣化をしてると。で、どういうことなんだと言ったらですね、例えば、吉村知事がですね、コロナ禍にあたってですね、最悪の死亡率をマークしたのにも関わらず、日本維新の会が、 えー、テレビに出ただけでですねで、日本維新の会への評価が高まって、で、総選挙で大勝利を収めた。そういう珍事が起きた。陳時って珍しいことが起きた。日本人がプロパガンダ付けにされたロシア人を煽れむなど、まさに天に唾する行為に他ならないというわけです。私はね、テレビってほとんどもう見ませんけれども、私が見ている限りですね、えテレビでね、プロパガンダを流してるのはね、ワイドショーとか見ててですね、安倍政権をですね、用意書するね、 あの、報道ばっかり、あの、あったっていうのはね、私ね、事実に反すると思うんですよ。むしろね、ずっと森かけ、森かけとか桜とかですね、ずーっとそういうことやってて、他にないのかよ、というふうに思ってた人の方が多かったでしょそれがね、なんかこの方によると、日本のテレビはずっと安倍政権以降ですね、権力にこびてたと。いうわけです私にわせるとね、テレビがこびてるのは左翼にこびてるように見えますよ。例えばね、サンデーモーニングとかあるじゃないですか。こ,れこういうの見てね、 保守系の意見って出てないでしょほとんど。ほとんどっていうかないですよね。で、その、左のね、プロパガンダ、組織と化してるですね。機関と化してるですね。このテレビを見てね。これでも右翼のね、プロパガンダだっていうのはね。私はね、これはね、本気で言ってるのかっていうのとね。やっぱり、なんかもう、この方にとってはね、ニ人主義を自,自称してる人ってのはそうなんですけどね。やっぱり、ニ人っていうのはですね、結果がね、良ければ手段は何でも許されるって考える。これニ人主義です。本質ですよね。 要するに、結果が全てなんだと。まあ、これをね、彼はネチャーエフっていう人から学ぶわけですけれども、で、このネチャーエフから学んでですね、で、とにかく結果をね、どうやってやるかということばっかり考えて、つまりロシアに革命を起こるっていうことさえやればいいんだ。だから、洪水でね、人々が苦しんでると。いいことだというわけですよ、これをね。普通ね、苦しんでる人がいたら助けようと思うでしょ。別に左、右とか左とか関係なくですよ、そんなのはね。だけど、そうじゃなくて、 あこれで皇帝への批判が高まる。いいことだ。だから、助けに行っちゃいかんと。労働者がね、賃金が低いと言ってる。賃金上げてほしいと。で、みんな、賃上げ闘争をやろうじゃないかとやってる。ダメだと。そういうことやるとね、この革命への意欲が沿われる。 常に革命というね、結果を求め続けたのがレイニンというねで。そういった人なんですよね。で、それにね、こう憧れてる以上ですね、なんかもう事実に対してですね、あまり興味がないのはご本人なんじゃないかなというふうに私には見えるんです。でなきゃね、こんな記事をね、書けるはずがないと私は思うんですね。 で、さらにですね、なんかプーチン大統領のですね、そばにいるのは治安国防の関係者たちだと。んこれはそうですよね。治安国防の関係者たちがいると。で、だから、えー、国家のですね、警察や軍隊関係者の影響力が強い国はですね、まあ白井説によるとですね、原始的な国家だと。なんで原始的な国家かっていうと、まあ国家の本質っての、まあ彼はですね、国家の本質は暴力だというわけですよ。で、暴力だから、 私はそれだけじゃないと思うけど、暴力っていうものを全面にむき出しの暴力ばっかり出してる国家っていうのは原始的な国家だと。まあ、まあこれは一つの解釈だけど、まあ私は、まあなかなかね、それは別に間違ってるというつもりはないけれども、まあ他の部分もあると思いますけどね。だけど、まあそれがね、ロシアはそういう風になっておると。で、そうした社会ではですね、あの政治の批判ができなくなるんだと。 で、批判ができなくて、自己保身だとかですね、自分のことばっかり考えて、上ばっか見るですね、ま、いわばですね、ひらめとか言いますよね。ひらめのような人間って言いますよね。目が上についてるでしょ、ひらめって。だから、もう横も見てない、下も見てないでね、上ばっか見てですね、こう出世することばっかり考えていると、上の下になんかどうやったら気に入られるかな、気に入られるかな、と、に考えているような人間ばっかりがですね、出てくると。 嘘や不正に積極的に加担すると。そんな人格の持ち主が出てくるんだと。いうことを言って、ロシアではですね、こういう状態になってるんだと。いうことを言ってるわけです。まあ、ロシアがですね、そういう状態になっているのかどうか。私はね、そこまでね、厳密にロシアのね、国の内部のことを知りませんから、要するにロシアのね、プーチン大統領の側近の、これとこれがですね、どれだけ腐敗しててですね、こいつがひらめだとかですね、そういうことまで具体的に分析するレベルには私はございません。から、それは言えないし、 多分、白井さんもそこまで詳しく知ってるのかどうか、全然わからないけれども、まあそういうふうに見てるわけですね、彼はね。で、で、ここがね、重要なのは、で、ロシアがそうあるかっていうことをね、白井さんが言いたいわけじゃないってことなんですよ。その次なんですよ、彼が言いたいのは。だが重要なのは、こうしたロシアの特徴は、今日の日本にも当てはまるということだと。で、結局ですね、安倍政権をさ、えー、支えた官僚たちっていうのは、経産省の官僚、それから警察官僚、 すなわち、日本版白びき。この白びきっていうのはですね、ロシアのですね、今、そう言ったような、この、なんていうのかな、中枢にいるようなですね、人間のことを言うわけですけれども、でもそれとね、日本版白びきだという。 うんなんかね、自分が日本版レーニンに憧れてるから、なんか何でも日本版のなんかにやりたがるのかもわからんのだけれども、でもね、ちょっとね、これはね、無理があると思いますよ。で、その、このね、具体的な名前をね、ここでは挙げてね、えー、すぎた、えー、死とですね、北村氏っていう風にね、言ってるわけですけど、ちょっとこれは私はね、あの、言い過ぎだという風に思います。で、彼らが権力の中枢を占めてきたこの間に、批判は封殺されるようになり、 産業競争力は衰退した。どうですか批判は封殺されるようになったとかですね、よく安倍政権によってですね、言論封殺が起きてるとか言ってますよね。私ね、全然理解できないんですよ。安倍政権の時ですよ、平和安全法制っての通ったの。あの時ね、シールズとかいうね、学生たちの人たちとか、えー、あとおじいさんおばあさんとかいっぱい集まってですね、国会の周りでね、大騒ぎしてたじゃないですか。 大批判やって、安倍は人ーだとかですね、言ってたじゃないですか。もう中にはね、もうね、お前は人間じゃない、叩き切ってやるとまでね、言った人間までいるわけですよ。そこまで言ってですね、何もおとがめがないのが、この平和なね、自由な日本という国だと私は思うんですね。プーチン大統領にですね、お前は人間じゃない、叩き切ってやるというね、自由はロシアにあるんでしょうか。私はね、ここを問いたいんですよ。なんでね、 このね、今の日本とね、ロシアはね、同じだというふうに言いたがるの。これね、ロシアって同じだって言いたがる人っていうのはね、大体ね、あの、ナチスと同じだとかね、そのね、今あるね、悪い国をね、見るとね、全部、ん日本も同じだとん、日本もそうなってると、ああいうふうに言うわけですよね。でもね、レーニンとかスターリンの時の独裁の方が、プーチンのね、あの、なんか独裁よりももっとすごいですからね、批判も徹底的に許さないですからね。もう、 月々と、あの、殺戮していくわけですからね。そこまでね、プーチンは私はやってないと思いますよ。あの、プロパガンダをね、やりまくってる、なんか反対してたおばあさんとかなんかいたじゃないですか。で、そういう人たちも出てる。それがね、まだ報道されるだけね、まだ自由があると思います。だから、ナチスとかね、えー、レーニンとかのですね、えー、レーニン、スターリンのソビエトよりね、今の、えー、プーチンのロシアの方がまだね、自由だと思うし、それよりもずっと、えー、今の日本の方が自由だと私は思いますね。だって、 事実ね、その証拠として、白井さん、あなたこれ書いてるじゃんって。これ書いて批判できてるじゃないですかと。これいかがですかと皆さんどう思われますかこれ批判ができなくなってるって。しとるやんっていう。何言ってんのという話で。どこが批判できないんですかということ。全く私にはわからないですね。そうすると、<laughs> ちょっと、ね、こっから先もね、あの、まるで私がですね、言うことをね、予想していたかのようにですね、あ書いてくれてますよ。こうしたことを書くと、 日本社会の人権状況や言論の自由はロシアと比較にならないほど良好だといったような反論が出てくるが、そのくだらなさにあぜとする。あのレベルまで行ってしまったらもうおしまいなのだ。こうした愚にもつかないヘリクツを、ヘリクを大声で言い立てる輩の増殖も、この10年近くの間に進行した日本の権威主義体制下の産物であり、社会の劣化の少佐に他ならない。 いやいやいや、待ってくださいよと。あなた似てる似てる似てるって言うから、全然似てませんよと。具体的にだってこういう反論がするじゃないですかって言ったら、あそこまで行ったら終わりなんだと。今あそこに向かって行ってるんだ。ん 似てるってのはどこがどう似ててですね。で、それでどう向かってるのかってね。私はね、日本がですね、核武装国家としてですね、えー、いきなりね、他国に侵略するようなことをやって、で、それを国内でですね、プロパガンダ流してですね、この戦争は全部正しいんだとかね、やるっていうね、国にね、なっていく方向に今日本が進んでるなんていうふうにはね、到底見えないんですよね。むしろ、私は逆の方向を恐れてるんだけど、なんか白井さんにはそう見えてるかもしれないけどね、それはね、あの、はっきり言って、 あなたの思い違いだよと。こういうふうに申し上げたい。しかもそのね、そのくだらなさに唖然とするっていうのはね、そののしつけてね、あなたにこれ、ね、あの、り返してあげますよと。そのくだらなさに唖然としますよ、この。こういうことを言ってますよ、さらに。えー、そうした劣化の中から生まれ、劣化の中で力を得て、劣化の先頭に立ってきた安倍晋三氏は今、国際政治の不安定増大、脅威増大を言い立て、敵基地攻撃のみならず、敵の中枢を攻撃する能力を持つべきだとして、防衛費の倍増を懸念していると。 これが実現するとき、それが、日本が、今時ロシア以上の愚行に走る原子になることは、え、ないと、誰が言えようか。私が言えます。え、それはありえません。日本がそんなことするなんて、ありえないですよ。それはね、昔ね、あの、なんか、言いましたよ。あの、鳥越俊太郎さんという方がね、私にね、言いましたよ。どうが攻めてくるんですか尖閣諸島の問題に関してはね、中国がね、攻めてくる可能性があるって言ったら、そんなありえない。虚構だ。 妄想だというふうに私ね、テレビで、ね、言われたんですよね、事件の時ね。でもね、それ、同じですよね。日本はですね、ロシア以上の愚弧に走るんですよ。これし、信じられますかこれはね。で、さらに、笑うべき相手は海の向こうではなく、鏡の中にいるっていう、この結論にしたいわけなんですよね。誰もね、ロシアのこと笑ってないですよね。笑うというよりね、でやばいなとかね、ロシアの人ちょっと気の毒だなとか、こういう変な侵略戦争にね、駆りたどられたら、気の毒だなと思ってるかもしれないけど、ロシアを今笑ってる人っていますか その、なんか、ロシアはプロパガンダに騙されててね、本当になんか、なんであの、あの、ロシア国民って本当に頭が悪いな、とか言ってね、なんか、本当にもう軽蔑しちゃうと言って笑ってるっていうよりね、むしろですね、怖いとかね、これどこまでやるつもりなんだ、プーチンはっていうことで、あるいはですね、プーチンにね、どこまでね、国民が付き合わされなくちゃいけないんだっていうようなことをね、考えてる人の方がね、私は多いと思いますけれども、まあ、白井さんによると笑ってると。でもそれはね、笑うべき相手はロシアではないと。あの、日本人を笑えと。 日本こそが今、その、ロシア以上の愚行にね、走る可能性があるんだぞと。その先頭に立ってるのが安倍晋三だぞと。またね、ここね、岸田批判ではなく、で安倍批判に行くところがやっぱり面白いですよね。なんか本当に安倍さんのことをね、すごい嫌いなんですよ。